ローマ帝国のためだと思ってテルマエを作ってもらいたい。私にお任せください。古代ローマ帝国ではテルマエと呼ばれるお風呂が愛されていた。皇帝から命を受けた建築家ルシウスは斬新な発想さえ思いつけば。ダメだ、全く浮かばない。何なんだここは。顔が平たい。外人さん、湯渡りするといけない。ここは奴隷用の公衆浴場か。な、こんな技を持った職人がいるなんて。この奴隷風呂使えるぞ。これまでにない風呂らしいぞ。素晴らしい思いつきだ。レーネ、メデューシェ、とてつもない敗北感。完全にローマの文明を凌駕している。冠、平たい顔族の族長か。驚くべき奴隷たちだ。どうしよう、歴史が変わっちゃう。殺されるんだよ。私のテルマエを作りたくないと申したそうだな。ローマの危機救うため。ローマ軍の勝利も見えてまいりましょう。果たしてルシウスは世界を救うことができるのか。恐るべし平たい顔族。テルマエ、ロマエ。今日は外人のヘルパーさんか。川まで向けちゃうよ。